アレクサンドロス大王作、ジーン、サイモン・バーテイラミー、ゴルディアスの結び目は、古代アナトリアにあった、フリギアノとゴルディオンの神話と、アレクサンドロス大王にまつわる伝説である。この故事によって、手に負えないような難問を誰も思いつかなかった、大胆な方法で解決してしまうことのメタファー、難題を一投領団に徳が如徳が訪れた。彼もその結び目に挑んだが、 やはりなかなか解くことができなかった。すると大王は剣を持ち出し、その結び目を一刀両団に断ち切ってしまい、結ばれた長江はいとも簡単に解かれてしまった。折しも天空には雷鳴がとどろき、驚いた人々を前に、大王の従者のアリスタンドロスは、たった今我が大王がかの結び目を解いた。雷鳴はゼウス人の祝福の証であると宣言した。後に、 アレクサンドロス3世は遠征先で次々と勝利し予言通りにアジアの王となったという。この神話部分は古い伝承ゆえの多くのバリエーションが存在する。ゴルディアスにはミダースという息子がおり、その息子が王になったとする話や占い師の女と結婚したとする話などもある。前提、神話自体は否定を一切受け付けない宗教上の制約がある。 フリギアは後にアケメネスアサペルシアの属州となっていたが、アレクサンドロス3世がその地を訪れた、紀元前4世紀頃にもその荷車は、フリギアのゴルディオンのかつての宮殿に建っていたとされる。伝説の内容について詳細に研究されたこともある。それによれば、この結び目は、ゴルディアース、ミダース王の神官たちによって守られた宗教的、結び目暗号だった可能性があるとされる。 ロバート・グレーブスは、ディオニューソスの神聖な名前を象徴しているのではないか、つまり名前を結び目で表現した暗号ではないかとし、その秘密が、神官によって代々受け継がれ、フリギアの王だけに、それが明かされていたのではないかとした。ロビン・レイン・フォックスは、神話にはこの荷車をテーマにしたものがいくつかある、と指摘している。アレクサンドロス三世が、ゴルディアスの結び目を解いたというエピソードは、 アディアノス、クイントスクルティウス、ユニアノス・ユスティヌスによるポンペイウス・トログスの著作の、ようやく、クラウディウス・アエリアヌスなどがある。一方で、古い文献では、アレクサンドロス3世が、ゴルディアスの結び目を解くことに挑戦したことについては、一致しているが、その解き方については、必ずしも一致していない。プルタルコスは、アレクサンドロス3世が剣で結び目を断ち切ったという、 定説にことを唱えている。彼はアリストブロスのことを採用し、アレクサンドロス三世が結び目を固定していた止め釘を引き抜いて紐の両端を探り当て、普通に結び目を解いたとしている。古典学者の中にもこちらの方が定説よりも最もらしいとみなしているものもいる。偶話とは異なり、真の神話には完全に任意な要素はほとんどない。この神話は、 全体として、中央アナトリアの王国における王朝の交代の正当性を与えるためのものと見られる。したがって、アレクサンドロス三世が結び目を野蛮な方法で断ち切ったことは、古代の体制の終焉を意味したと言える。ギリシャは、コルディアースとミダースの旅がその地方内の旅ではなく、長い旅だったことを示唆しており、彼らの神話の起源がマケドニアにあることと結びついている。 このことは、アレクサンドロス3世も気づいていたと考えられている。この神話によると神王朝はそれほど起源が古いものではなく、その始祖が聖職者ではないよそ者だったことが記憶されており、名祖としての農民のゴルディアース、またはフリギア人であることが確実なミダースが牛車に乗っていたとすることで、その事実を代表したものと見られる。 他のギリシア神話でも征服権によって王朝を正当化しているが、この神話で強調されている神託は、かつての王朝が聖職者王としみ確認の神託神を祀っていたことを示唆している。アジアの王という記述は、必ずしも現在のアジア大陸を意味しない。しかし、アレクサンドロス三世が、その後インバス川流域まで征服したことは、史実とされている。 ありがとうございます。